ガイウスカエサルガイウスユリウスカエサルウィプサニアヌスは古代ローマの将軍マルクスウィプサニウスアグリッパと大ユリアの息子で初代ローマ皇帝アウグストゥスの養子弟のルキウスカエサルと共にアウグストゥスの後継者候補の一人だったアウグストゥスの側近であったマルクスアグリッパとアウグストゥスの娘ユリアの長男ガイウスウィプサニウスアグリッパとして紀元前20年に誕生した アウグストゥスから見ると直系の孫に当たるため後継者候補として早くから期待されていた。弟にルキウスカエサルとアグリッパポスティムスが妹にショウユリアとダイアグリッピナがいる。弟ルキウスが誕生した紀元前17年にアウグストゥスの養子となりガイウスユリウスカエサルそして第4名にウィプサニウス氏族からの養子のイデ・ウィプサニアヌスを加え、 ガイウス・ユリウス・カエサル・ウィクサニアヌスと名を改める。以後、同じように皇帝の養子となった弟ルキウスと共に、後継者として育てられた。紀元前13年のトロイア協議で年長組の組長を務め、初めてローマ市民の前に出る。15歳となった紀元前5年には、養父アウグスティスによって5年後の紀元1年の執政官に指名され、元老院に議席を得た。 この時、予定出生官に指名されただけではなく、騎士階級から青年の第一人者の称号を贈られ、未来の原始候補であることをローマ市民に強く印象づけた。この称号は以後の原始候補にも贈られ、事実上、皇太子を意味する称号になっていった。紀元前1年にダイドルススとコアントニアの娘リウィラと結婚すると、予定出生官として、 ドナウ方面の軍部に着く。その後東方へ派遣され、その地で一年を迎え、正式にコンスルに就任した。この時のガイウスの幕僚には、皇帝、ネロの父となるグナウスド。当時アルメニア王国ではアウグストゥスが王位につけたアルタウアスデスが追放されており、この王位にメディア出身のアリオバルザネスをつけることがガイウスに与えられた任務であった。 ガイウスはこの任務を果たすが、アルメニアでは、パルティアの介入で反乱が再発した。紀元3年に、アルメニアのパルティア包囲戦において負傷、ローマに帰還する途中、現在のトルコ南部のリミラで没子した。この時まだ24歳だった。この、ガイウスの死より、前の紀元2年に、弟ルキウスも死亡していたため、アウグストゥスは一定の年齢に達している、後継者候補を失い、妻、 リウヤの連れ子であったティベリウスを後継者とせざるを得なくなった。ガイウスが死んだ期限4年にアウグストゥスはティベリウスをガイウスの弟アグリッパポステムスと共に養子としている。ありがとうございます。